サッカーです。青いチームカタールペアは、今週は、甲府での試合でした。結果をどうぞ。カタール富山はヴァンフォーレ甲府に0対1で敗れました。富山は実に9試合ぶりの黒星です。第36節を終わってカタール富山は13勝12引き分け11敗勝ち点51で順位は10位です。首位はセレッソ大阪、勝ち点差1で2位ベガルタ仙台、3位湘南ベルマーレ、4位ヴァンフォーレ甲府が追っています。次はホームでセレッソ大阪と対戦します。強い気持ちで臨んでもらいたいですね。そうですね。今週の激スポやや重い雰囲気になりましたけれども、ここでおめでたい話題を一つ。野球が大好きで、しかもサンダーバーズのファンというカップルがめでたく結婚式を挙げたんですけれども、チームからなんと彼が式に招待されたんです。誰ですか？富山市新城本町にある結婚式場、アーベリール迎賓館。チャペルでは両家の親族や友人たちが新郎新婦を待ちわびます。そして大きな扉が開いて登場したのが新郎の里崎博和さん。この博和さん、平成13年に滑川高校が45年ぶり2回目の夏の甲子園に出場した時のメンバーという輝かしい経歴の持ち主。日焼けした肌にピンクのタキシードがやけに似合います。そしていよいよ新婦の登場です。扉が開くとそこにはなんと式に招待されていたのは富山サンダーバーズのマスコットキャラクターライティ。新婦の浜谷真美さんをエスコートしてバージンロードを進みます。それにしてもなぜライティが式に？サンダーバーズの大ファンでよく一緒に試合見に行ってたんで、ライティ呼びたいなって、はい、最初はやっぱびっくりしたんですけど、やっぱ嫁の気持ちに応えたくて電話して来てくださいって言いました。はい。祭壇に立つ2人を家族や友人たちが拍手で祝福。ここで弘和さんが真美さんに思いを伝えます。そんなライティ以外に可愛くないけどおばあびのみたいにプロ野球選手もなれないけど、僕と一緒に幸せな野球部になってください。お願いします。弘和さんの素直な言葉に照れながらも幸せいっぱいの表情を浮かべる真美さん。そんな2人の結婚式はまさに野球尽くし。まずは一緒に幸せな野球夫婦になろうねと書かれたバットに署名。そして結婚指輪の交換。ここでもライティがお手伝い。可愛いグローブを弘和さんに手渡すと、そこには結婚指輪が。お互いの薬指に指輪をはめて永遠の愛を誓う2人。そしてウェディングキス。ベストポジションでキスを目撃したライティは目のやり場に困っている様子。この後ロビーで行われたセレモニーでもライティは大活躍。球場と同じようにダンスを踊って盛り上げたり、記念写真に一緒に収まったり、ウェディングケーキの入刀にも立ち会ったりと、まさに仲人のような存在感。さてお二人には満足してもらえたのでしょうか？すごい感動しました嬉しいです。これからどんな夫婦になりたいですか？野球夫婦になりたいですまあ今日がスタートだと思って二人でまた野球を通して仲良くやっていきたいなと思ってます。ちなみに二人が式を挙げたのは8月9日。そう、二人は語呂合わせで野球となる日に式を挙げたのです。弘和さん、真美さん、日本一の野球夫婦を目指して末永くお幸せに。いやー、私取材に行ったんですけれども、ライティの登場でとても楽しい式になりましたよ。しかし普通バージンロードっていうのは新婦のお父さんと一緒に歩くもんじゃないですか？そうなんです。だからね、このマミさんのお父さん非常に残念そうでした。まあ、そんなわけで、ここでマミさんに番組からのプレゼントがあるんです。
真美さんが一番好きだというあの選手からのメッセージです。誰？富山サンダーバーズ元おかわりこと背番号44番野口翔也です。広畑さん、真美さんご結婚おめでとうございます。チーム一若い、僕が言うのもなんですが幸せな家庭を築いて、ください。あと、僕は、これから、この若さを生かしてもっともっと暴れて、もっとおかわりでご飯もいっぱいおかわりして、チームに活躍していきたいと思うんで、今後も、夫婦で、球場に足を運んでください。お願いします。いや実に心のこもったメッセージでした。そうですね、野口選手にもゲームで幸せが訪れることをお祈りしたいです。そうですね、もっと打てよ。はい、さあそれでは今週の激スポ陣にしたいと思います。山岡さんお願いします。はい、私が今週選んだのは、この選手、富山サンダーバーズの櫛田大樹投手です。先日の福井戦も、なかなかいい投球を見せて、チームを勝利に導いてくれました。実はこの櫛田投手なんですが、富山商業高校を卒業して、まだ入団2年目、現在まだ20歳という非常に若い選手なんですけれども、こういう具合にですね、若い選手が活躍してくれるとまだまだベテラン選手も非常に発奮して頑張ってくれることと思います。これからもですね、チームの、いい刺激になって、どんどん、先発の一角に食い込んでもらいたいと思います。はい、3週間ぶりの山岡さんのコメント、やっぱり辛口でちょっと汗かきました。いや、プロを名乗る限りはやはり命がけでボールを追って、買ってもらわないと、ね、サンダーバーズもカターレも買ってくれ。ゲームからもそして激スポからも目が離せない9月になりそうですね。それでは今週はこの辺で失礼します。さよなら。さよなら。